麦のカルチをします。取り付ける前に この長さを19センチに合わせておきます。今が20センチ、ちょっと短めますね。半年ぶりに使います。ここが一箇所ネジが飛んでます。これネジた、あ、これは安いネジですね。純正のやつは高いです。
そしたら作業に行きます。久々にちょっと使うので、ちょっと空気があんまり入ってないみたいです。ああ、こっちは入ってるみたいですけど、片方のタイヤがベコベコだったのでちょっとエアをかけます。きちんとエアーかかった方がいいかしれませんが、ここはもうちょっと適当に噛んでいきます。最初より入ったので良しとします。まあ良いでしょう。そしたら今日本題の作業に入ります。